どうも、困った時は大型補強カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは期待外れに終わった日本人選手。育成年代から少なくない注目を浴びるサッカー界において、成長曲線の速さから世代のトップを走り、若くしてスターのような扱いを受ける選手が存在します。しかし過剰な期待をかけられたがゆえに、酷ではありますがそのプレッシャーに押しつぶされてしまう選手もいます。今回は将来を期待され伸び悩んだ日本人選手を紹介していきます。1人目は平山颯太。日本人では珍しい大型のストライカーとしてスポットライトを浴びた男は、長崎県の名門国見高校で1年次から主力に食い込むと、全国高校サッカー選手権で大会史上初となる2年連続得点王を獲得。さらにアテネオリンピックアジア最終予選の日本代表に高校生として唯一選出されるなど、怪物の異名に恥じぬ活躍で将来の日本代表を背負う逸材として期待を集めていました。しかし高校卒業を前に J リーグやヨーロッパのクラブからの全てのオファーを断り、筑波大学への進学を決断。この選択は日本屈指の逸材にふさわしいステップアップを望むファンや関係者の間で議論を呼びました。そんな周囲の喧騒をよそに、2005年7月、オランダリーグフェイエノールトの練習生として短期留学すると、8月にこのシーズンから一部入りしたヘラクレスに3年契約で入団することが決まり、オランダリーグでプロとしてのキャリアをスタートさせました。そして2005年8月20日、オランダでのデビュー戦にて後半途中からの出場で2得点とチームを逆転勝利に導く活躍で、その才能が世界基準で本物であることを証明。さらに11月の試合では相手を嘲笑うかのようなリフティングからの華麗なボレーシュートを決め、現地のサッカー番組の中でベストゴールにノミネートされました。そして1年目のシーズンで途中出場も多い中、チーム最多の8得点を挙げ、 FIFA が選出するベストヤングプレイヤーオブワールドカップ2006にノミネート。しかし活躍の裏ではオランダの食事に馴染めずにファーストフードに走り、クラブからマクドナルド禁止令が出されるなど自己管理の甘さが指摘されました。さらに新シーズンの始動日に、平山は課題とされていたオランダ語の習得も進んでおらず、体重オーバーで姿を現すとブルーの監督から激怒され、クラブの会長からもやる気がないなら練習に来なくていいと告げられると、2006年9月にヘラクレスを退団。ピッチの上では申し分のない成績を残すも、素行不良による戦力外と悪い意味で日本人離れした理由での帰国にもかかわらず、マイペースな本人は日本に帰ってこられて嬉しい、日本が恋しかったと満面の笑みで語りました。そこから FC 東京への加入が決定すると、サッカーの実力を吸い取るかのようにネタキャラとしての才能が開花。 J リーグ初得点を決めた際にスポンサーの看板を蹴り壊してクラブに損害請求される。この一件からパフォーマンスを投げキッスに変更するも、チームメートにキモいと酷評され封印。オランダ人は芋と草ばかり食べていたと発言し、オランダ大使館から抗議を受ける。花を獣のようにほじる姿を報道され、花クソ王子と命名される、などなど試合での活躍よりも奇抜な言動が目立ち始めると、日本の未来を背負って立つと期待された男はいつの間にか花クソ王子へと変貌を遂げていました。しかしそんな男に転機が訪れます。2009年5月、 NHK の番組で目にしたガッツこと小笠原道博の練習の姿勢に感銘を受け、プロとしての自覚が足りないことに気づいた。極限の努力をするべきと意識改革を決意。そこからもともと持ち合わせていた天性の才能にプロとしての意識が備わったことにより、敵陣で潰れ役になって味方を生かす術を覚え、攻守両面でローを惜しまずに走り続けると、 FC 東京をナビスコカップ制覇だけではなく J1 でも順位を5位に押し上げる原動力になりました。さらに覚醒しつつあった平山は、当時の日本代表を率いていた岡田武史監督の目にも留まると、2010年1月6日、代表デビュー戦でのハットトリックを達成。しかし未完の大器がようやく目覚めたかと思いきや、2011年の4月に行われた練習試合で右足のすねを骨折し、そのままシーズンを終えると、2012年5月にも同じ箇所を負傷。そこから怪我の連鎖を断ち切れずに、2018年、32歳で現役を引退しました。現在指導者への道に進んだ平山は、
駅伝や甲子園もそうですけど、一生懸命にやっている姿を見るのがみんな好きなだけなんだと思う。本人たちもただ一生懸命にやっているだけ。でもそこでちょっと活躍したからといって若いうちから怪物だ、スーパースターだと注目するのは少し違うかなと思います、と日本のスターシステムに警鐘を鳴らしました。2人目は森本貴之。2004年に中学生ながら J リーグジュビロ磐田戦に、当時 J リーグ史上最年少の15歳10ヶ月6日で公式戦出場を果たし、若くして完成されたフィジカルとスピード、その坊主頭と野生的な風貌からついた異名は和製ロナウド。そんな異名に応えるかのように第8節のジェフ市原戦では途中出場から決勝点を決め、 J1 最年少得点の記録保持者となるなど、シーズン終了までに計4得点を挙げ J リーグ最優秀新人賞を獲得。本格派ストライカーを待ち望む日本サッカー界に彗星のように現れ、史上最年少記録を次々と塗り替えていきました。そして2006年、イタリアセリエ A に昇格したカターニャへの1年間のレンタル移籍が決定すると、アトランタ戦の後半39分から初出場し、初ゴールを記録するなど幸先のいいスタートを切りました。しかし練習中に膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、シーズン残りを棒に振るうと、2008年に行われた北京オリンピックでは2試合に出場するも活躍を見せられず、チームも3戦全敗でグループリーグで敗退。そこから08-09シーズンでリーグ戦23試合出場で7ゴールを記録し、ブラジル代表のアレシャンドレ・パトから最も印象的であった同年代の選手として名前を挙げられるなど復活を遂げますが、翌シーズンは4ヶ月間得点が奪えず低迷。安定したパフォーマンスを見せられずにいると、後にイカルディに嫁を寝取られる男、マキシ・ロペスにポジションを寝取られ、出場機会は徐々に減っていきました。その後も瞬間的な活躍はするも、怪我の影響から継続的に結果を残すことができずに、出場機会は限られ、どのクラブでも目覚ましい活躍とまではいきませんでした。そして2021年パラグアイ1部リーグに移籍すると、森本は事件を起こします。2021年3月17日、パラグアイの首都アスンシオンで森本が運転する車がバイクと衝突し、バイクの運転手が負傷しましたが、森本は救護せずに現場を去ると、その後の警察による検査でアルコールが検出されました。森本は警察の調べに対し、恐怖を感じて事故現場から離れ、と痴漢がないために最寄りの警察署に行かなかったと話しており、さすがに終わったかに思われましたが、保釈金や相手方への賠償金などを支払うと、南米のガバッガバな倫理観に助けられ、見事チームに復帰。しかし公式戦での出場は1試合の9分間のみにとどまると、わずか4ヶ月で退団することが発表され、2022年2月現在は無所属となっております。3人目は前田俊介。前田俊介の名が日本サッカー界に知れ渡ったのは広島ユース時代、 J リーグユース選手権大会から3大会連続の得点王に輝き、クラブユース選手権では MVP を獲得。数十年に一人の逸材と称されると、本田圭佑らと同じ1986年生まれの世代のトップランナーとして将来を渇望されました。その曲芸的な変態ドリブルや卓越した技術から、家永明宏はこれまで出会った選手の中で天才と呼べるのは前田しかいないと断言するほどでしたが、献身的な守備やオフザボールの動きでチームに貢献することは少ないという前時代的なファンタジスタとして扱いづらい一面も持ち合わせていました。そして当時の監督であるペトロビッチの求めるプレーができずにいると、徐々に出場機会を減らし、3年目のシーズンは出場機会を一度も与えられず、その才能を持て余しました。そんな前田俊介が出場機会を失っていた頃、ペトロビッチ監督から送られた言葉があります。俊、お前にはよく考えてもらいたい。お前は日本サッカー界の中でも特別な才能を持った選手だ。それなのに今試合に出ていないのは監督のせいなのか。少し前まではお前と同じ場所にいた、お前と同じくらいの才能を持った選手たちはもう違うステージでプレーしている。その姿を見てどう思っているのか。お前は3人ドリブルで抜いて4人目で取られる。その後カウンターで失点してもドリブルで抜けたことで満足している。それはプロではなくアマチュアの発想だ。単に楽しくやっているだけだ。お前に臭みのボールを入れて周りは一生懸命走る。40メートル、50メートル、時には80メートルも走ってくれる仲間がいる。それなのにお前はつまらないミスでボールを失ってしまう。仲間の頑張りや走りを無駄にしているんだ。ミスをしてボールを失ってしまうことは仕方がない。でもお前はミスをして失った後、走っていた仲間のために80メートル走ってカバーをしたことはあるか。そうすべきだとは思わないか。サッカーはチームスポーツなんだ。シュン、今日の練習の最初、ボールマッシュをやったか。
お前はもう特別若いわけじゃないんだ。走って走って球際でアグレッシブに戦え。そうすればいい選手になれる。90分、いや100分、180分戦い抜くくらいにやろう。と守備をしろの5文字で済む話をねっとりと言い聞かせたくなるほど稀有な才能を持て余していました。さらに前春を諦めないのスローガンを胸に前春の覚醒を信じてやまないロマンチストを多く生み出しました。結局フル代表に名を連ねることはなかったもののロマンあふれるプレーでファンを魅了し2020年のシーズンをもって現役を引退しました。そして翌年から沖縄 S ファウのトップチームコーチに就任し現在は指導者への道を歩んでいます。というわけでいかがだったでしょうか。いや期待外れの選手という形でね紹介させていただいたんですけどやっぱりこれだけね競技人口が多いスポーツでトップに立ったことがあるというのはね素晴らしいことなので本当に尊敬しております。なので平山さん前田さん森本選手これからのご活躍を祈っております。あと僕もなんか期待してがっかりしたことあったかなってさっき公園でぼーっと考えてたんですけどありました。はい、あれ高校生の時の話なんですけど高校1年生に入った時からギターを始めましてめちゃめちゃ下手くそだったんですけどそしたら周りにも結構音楽とかギターやってる人が多くてで高1の確か夏休みに友達の家で集まってで4人で遊んでたんですけどそしたらそのうちの1人が、まあ、そいつその後カンテラフットボール の初期の方の編集とか手伝ってくれてたようなやつなんですけどそいつがバンドやろうぜって言い始めましてで当時ねちょうどベックとかが流行っててバンドとかねこうめちゃくちゃ流行っててすごい憧れの気持ちがあってでバンドやろうぜって言われた時にいいねと思ってやろうってなって4人で盛り上がってその日にバンドを結成したんですね。でそっから何の曲やるってなってそしたらグリーンデーのマイノリティっていうかっこいい曲があるんでこれを練習して4人で合わせようっていう話になりましてよっしゃっつって楽譜を手に入れてでそっから各々で練習してたんですね。で僕も家でずっとグリーンデーのマイノリティをバーって弾いててでちょっとずつ上達してきてそしたらそろそろちょっと4人でまた集まってちょっとマイノリティを合わせてみないかいという話になりましてもうワクワクですよね。青春ですよ。でも期待を胸にみんなで集まってで4人で合わせようってなってパッて見たら全員ギターやったんです。はい、その日のうちに解散しました。バカですよね。てか史上初じゃないですかね。はい、僕ら音楽性が一緒すぎて解散しました。確認しないものかね。あとなんかねその後も僕別の友達とそいつもなんかギターやってたんですけどなんかバンドやるとかじゃなくてなんかスタジオでなんかでっかい音出してギター弾いてみたいなって話になりましてそれも高校生の時の話ですね。でそいつと休みの日に待ち合わせてちょっとスタジオに行こうっつってで探してたんですけどバカなんで調べて行ってないんですよ。だからその街にスタジオがあるかどうかもわかんない。でもそれでどこだろうスタジオっつってまあないですよねそりゃ。はい、で結局なくてでちょっともうお腹空いたから帰ろうっつってバカですよね休みの日なのに。でそっからパーって帰ってたんですけどちょうど僕たちが通ってる高校の近くの町だったんで信号待ちしてたんですけど信号の向かい側にクラスの女子がいたんですよ。でなんか僕めっちゃ恥ずかしくて当時思春期爆発しててなんかギター持ってる姿見られるのは恥ずかしすぎてちょっと田舎なんでその信号の的なりになんかでかい林があるんですけどその林に二人で突っ込むっていうね恥ずかしすぎてなんか林あるし突っ込むっつって林あるから行こうやっつってなんか何もないですよその奥二人でこうバキ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 ってなんか林に突っ込んでったことだけ覚えてますね。キモいですよね。いや思春期がもう爆発してました。当時のあの時の俺にあったらねなんて言うかな、そのままでいけ、自由に生きろって言うと思います。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。あ、この前は高評価ありがとうございます。またねちょっと高評価押していただいたらね動画がグングングンって伸びていきますのでよろしくお願いします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。思春期最高。